おはようございます。今日は時期も時期なので、年賀状の書き方を少しやっていきたいと思います。早朝なのでちょっと小声ですみません、失礼します。謹んで新年のお喜びを申し上げます。こちら書いていきたいと思います。まずですね、ちょっと崩し目で書きますね。文弁を書いて、でこの字、謹んでという字ですけど、元ちゃんとした形はこうですね、こうなんですけど、これがね、てんてんてんって、これこういうのに変わります。で、1、2、3、謹んで、新年の今日こちらを見ていただいている方は多分私のブログの筆ペンのひらがな講座、こちらから来てると思いますので、お喜びをっていうところをひらがなで書いてみたいと思います。位置的にはこの辺りからいきましょうか。をですね、それからひらがなで大切なのが、一つ一つの字の大きさをちょっとよく見ていただいて、おはこのぐらいの大きさだとしたら、よってもうちょっと小さいんですよね。よ、このぐらいでしょうか。およろで、それに対してろってなんかちょっと大きい感じで、ろ、ここなぜ払わなかったかというと、次のこに行きたいんですよ。この後もここから書いちゃいます。こうで、こからびに行くので、このまま下に下ろしといて、こちらびって左側からシュッと行くんですよね。 B で点々打ってもいいし、このまま O 行ってもいいんですけど、一回離れちゃったのでちょっと B ね、点々打ちましょう。でちょっと右寄りかな、ここからなの でも少し立て直す感じでもいいので、 O ですね。この時の O、 こちらちょっと気をつけていただきたいのが、こちら書きましょうか。よく間違えられてしまうのが、ここから正しくはこう来てこうなんですよ。こちらからのつながりね。でそれが間違っているものというのは、ここからこうに来てしまうつながりは、これは違うので気をつけましょうね。こちらが丸で、こちらが違う方です。お喜びを申し上げます。この辺から少し下げて、この辺からいきましょう。申しですね、漢字ですから、しっかりちょっと大きめな感じ、頭しっかり出しておいて、このまま死に行くと綺麗ですね。申し上げます。さあ、上げるという字もちょっと補足を先にしておきましょうか。1、2、3が正しい書き方とされてますけどね、今小学校の教育で。で、ただいろんな書き方があって、今回はこうして、ここからこういう書き方で、ちょっと行書の書き方です。そちらで書きたいと思います。もう死の先からこう入って、こう来て、こうですね。上げ、ここからつながるようにこう上げます。ます、そう、まですけどね、よくあるますですけど、まっていうのはすごく小さいんです。こちらのよがあったのと同じように、横幅はこう、横ね、これはしっかりなんですけど、ここがないんですよ。で、巣に行きます。で、これ全体見ていただくと分かるんですけど、全体が映らないかな、
ね、ひらがなって大きさがそれぞれもうほんと違いますよね。でこれ縦書きで書いた時にこのぐらいの差をつけること、これ大事です。綺麗に見せるためにはこういう大きさの差をつけることが大事なので、そちらをしっかりやってみましょう。はい、それでは失礼します。